はい、今日はマイクの音の調節をですね、パソコン側でする方法をご説明申し上げます。外部マイクをですね、パソコンに、USB か、音声端子ですね、で接続します。音声端子の方が声がいいということですね。ですね、これは Windows 8なんで、Windows の X で、一覧表が出てきます。それでコントロールパネルをクリックします。 Windows 7の場合は素直にスタートからコントロールパネルが出ますので、それから Vista も同じですね。 Vista も X でコントロールパネルが出ました。この中でハードウェアとサウンドで、サウンドを押しますとこういうのが出てきます。それで録音、これが今マイクですね、規定のデバイスって書いてありますけど、ここですね。で USB でつないだ場合、ここにもまた新たに出てくるんですけど、そしたらそっちの方をコントロールします。ちゃんとこれ、マイクの名前が出てきますので、これは今音声端子でやってるんで、こっちの方に出てくるんですね。で、これのプロパティを出します。それでレベルですね。レベル、ここです。マイクとマイクブーストで調節します。これ今100とマイクブーストが0デシベルになってるんですけど、これ100で、これを上げますと声が大きくなるんですけど、かなり雑音が大きくなります。このように。で、これをこんなに上げちゃうと大変なことになっちゃうんで、下げます。この辺の調節は、実際に音を聞きながらどれがいいかっていうのをやってみてください。以上です。